はい、皆さんこんにちは、アチでございます。スーパーファミコンのドラクエ3ですね、パート52やっていきたいと思いますね。商人の街がね、かなりでかくなったんですが、何やら不穏な動きがありますね。ランシンの村に大きな神殿があるらしいな。その神殿からブルーローブのアルトロックスに来るらしいで、何かとてつもない試練が待ってるって話だって終わりましたね。私は時々品物をここに、届けにここへ来るんですが、道があるほど大きくなりましたね。ここ道具屋なのね。あ、なんか道具屋もちょっと変わってきましたね。あ、消え去りさん持ってますね。いや、ないですよと。で、これは踊りのところですね。昼間行ったらどうなるんでしょうね。ちょっと見ましょうか。昼間もやってんのね。さーて、あ、おいでいますね。おお、あなたわしわし、ここ初めからいたじ。なかろうよくやる。しかしやりすぎ、町のものよく思ってない。わしとても心配と。ここはナコロ様の屋敷だ。よく来てくれました。この町もやっとそれらしくなってきたでしょと。でもまだまだやります。まあ見ていてくださいと。あ、いいのかい。金のくちばし、何それ。金のくちばし、はあ、運の良さ。おー、渡す皆さん、あ、使える人決まってんのね。あ、そうね。あ、男しか使えないのね。装備しちゃうとどうなるかな。ラッキーマン、ラッキーマンね。ラッキーマン、あ、すごい、これすごいね。あー、多分男では最高のものなんじゃないですか。あ、あと電光石火ってのもあるのね。はいはい、 あらあ、はいはい、これはどうしようかな。中尾さんでいいかな。命知らずどうだっけ。命知らず、あー、よくないな。よくないというか、比べるとよくないよね。というわけで、じゃあね、中尾さんのラッキーマンを排除しましょうか。中尾さん十分あるもんね、あれだから。だからこの人は、渡して星フルーレはと交換しましょう。はい、装備して、中尾さんは星フルーレはを装備で、この人見えっ張りでしょ。あら、切れ物。あら、切れ物なのね。切れ物、あ、悪くないね、十分ですよ。となると、あ、でもさらにスピードが上がるのかな、中尾さん。素早さ255までいってる。あら、ちょっと鬼みたいになってまいりましたけど、まあいっか。で、私はラッキーマンで、道具でね。そうね、そうね、もうこれでいいんじゃないでしょうか。小さなね。はい、変わってないですね。ということはこれもう一段階あるんですね、おそらくね。出てみましょうか。で、出て入ったらもう一段階になってたりしてね。ナカロバークにようこそ。ここはナカロ様が作った町ですわ。ちょっと変わってない、ないね。ランシールの村の大きな神殿があるらしいな。あ、ないね。ナカロ様は私たち町の人間を働かせすぎる。このままで私たちは倒れてしまいますよ。こ
これ牢屋なんだろうね。牢屋の牢屋というか牢屋の鍵だね。ああ変わらないですね。ということはまあ条件が足んないのかな。じゃあね、あすいません、ちょっとお茶いただきます。じゃあね、次何しようとしたんだっけ。ちょっと待ってね、もうすぐ忘れちゃうかね。はい、今ちょっと見るとね、もうこれが、あ、変わってる。ここはナカロバークの町、しかしもうナカロだけの町ではないのだ。あーこれだな、人の配置変わってますね。そういえば昔この町にイエローブとかいうものを降りてきた男がいたそうです。ナカロが大金を出して買ったとか、全く無駄遣いをするものですと。ねえ、ナカロが昔お兄ちゃんたちの仲間だった。本当？それって嘘だよねと。私はこの町の兵士よそのなさすと町を出ていくがよいと。なんかいいの売ってるのかな。あー売ってるね、魔法のそろばん。あー商人向けか。はあはあ、あーなるほどね。じゃあこれかなとりあえず。私ね、整理するかい。いや持ちません。もうせ、あ整理しちゃうとね、持っておきたいもんがね、手で整理しないといけませんね。小さなメダルね、あと毒針もいらないよね。ただ貴重なんで売るつもりはないんですけどね。はい、じゃあドラゴンキラーね、私もで装備して、いや買いませんと。ああそっか売れたのね。私がゾンビキラーね、お金預けてた方がいいよねこれね。あついに革命起こった、中牢牢屋の中なんてことと。ここは中野の屋敷、しかし彼は今この中にはいないぞ。ほほほと。今にし思えば中野様の時代の方が良かったような気がしますわと。あそんなもんなんでしょうかね。ここは牢屋だ、本当は中野が悪人を取られるため作ったそうだが、自分が得られるとは皮肉なものよなと。お、いやアーチさん、私ですよ、中野です。私は皆のためにと思ってやってきたのですが、この有様です。あ、そうそう、私の屋敷の椅子の後ろを調べてみてください。私はもうしばらくここで私の何がいけなかったのか考えます。町の人たちもいつか私を許してくれるでしょう。その時また私に会いに来てくださいね。ということはまだなんかあんのかな。さあ椅子の後ろって言ってましたよね。その前に見っかるのかな。あ、見っかってんのね。あ、イエローバーだ。はい、じゃあお次は、あ私も全て手に入れたかな。はい、あいやいや、あでも一回ちょっと預けに行きましょうか。あ違った、こうだね。あ、アリアハに行った方がいいのかな。ちょうどメダルもね預けたいなと思ってますので、you
35枚、あと5枚ね。あとお金預けよっか。預けます。とりあえず2万ゴールドぐらい預けましょうか。で、多分あのあれだよね、あの右下のとこだよね。違ったかな。困ったな。呪文で、メラミンをガニガスにしましょうか。どうしよう。転職ね、皆さんの転職をねしようかなと思うんですが、まだまだこれがっていう感じで決まんないです。あ、違ったここじゃない。ルザミが、ルザミは違うわ。というわけで、じゃあね、どこだっけ、火山行きましょうか。火山ね、どこだろう火山ね。ああ、あそこか。行ってないって言ったら南アフリカ、アフリカの中部ぐらいだよね。あ、これはアリアハンか。あ、オーストラリアに行った方が早いね。ランシールね。ターンで終わりましたか。ああ、行き過ぎちゃったかね。中尾さん、ダントツ早いね。
中尾さん、ダントツ早いわ、ほんと。ここだと思うんです私。あ、やっぱ行けそうだね。ああ、あったあった、火山ね、あれだね。うう、すごい組み合わせだな。ガメゴンだね。ガメゴン、そうね。ヒャラルコガニラスゴンした。中尾さんがすごく強くなっちゃった。頼りになるね。星降る腕は持ってからすごいな。これはもうこれしかない。強くなった気がする。速くて強い、かっこいいな。来ましたね、火山ね。え、びっくりした。すごい強いのが出てくるのかなと思っちゃった。はい、使いましょうね。アチャはガイアの剣を火山の過去に投げ入れた。噴火するんですね。溶岩固まったのね。さあ行きましょう。おお、なんか強そうなの出てきたな、眠りで。魔法は唱えないだろうからね、女神にしましょう。早い。でもう一回メラミかな。痛かったね。ちょっと待ってね。ここでなんか休めるところがあればいいけどね。ないんでしょうな。トロルばっかりじゃないと。眠りで。で、ジュノーのヒャダルコかな。あ、ヒャダインがあった。忘れてた。痛いなぁ。もう一度眠らせて。で、メラ見ていきましょうか。魔法トロなんか効かないよね。お、強い強い。食らい方がすごいよね。ほんと、なんか50食らったからダメージね。こっちゃいけないのね。わっはは、またこの組み合わせか。ヒャダイン行こっか。あ、全部なったのね、ヒャダインがね。あ、全員に当たんのね。これはいいわ。まだ寝てるよね。まあいいか。お、強い。中尾さん、会心の刺激すごく出てる気がするんだけど。まだ寝てるね。
ロールは大変だなこれ。呪文、ジャダルコぐらいでいいか。寝たっけ？あ、わかんない。見てなかった。ぼーっとしちゃってた。あ、寝てたのね。あ、この眠りのやついいね。ラリフォーだね、ずっとね。で、毒沼があって。トロルが、すっごい出てくるね。ヒャダルコかな。中尾さんでも25食らうんだけど鬼だなこれ。あ、しまった。メラミに行こう。中尾さん生きてるね。てか100ないとダメなのか。93じゃ心もとないね。あ、でもいっか。ヤナンが出てきたね。どうしようかな。眠りで、あ、いやいやいや、ベホーマスライムじゃなくて、でキャダインだね。あ、間違えてる。あ、殴られるのが怖い。寝かさないと。怖い。寝かさないと。はい。で、エラミかな。ちょっとあまりにもトロール出すぎな気がしますけどね。あ、やっとまたレベルがあったね。やっとまたっていうのも変な言い方ですけど、レベル24。はいはい、そろそろ。あ、やあ、ザウラルやっと来た。ザオリクじゃないけど。ラフロストキズムはブレスがあったような気がする。ダモンでね、イカ、いや、イカズチじゃないよ。どうやって、眠りをフロストで、中尾さんで、魔法獣ミニで、一体ブレスだね。効かない。何の効果もなかった。ジムベホイムだね。で、中尾さん、メラミ捕らえられると痛いから、ヒャダインでいっちゃえ。あ、もったいないけど。強いね。ベホイム、中子さん、で、中尾さん、マホトらしいよ。あら、そんな時に限ってですね。まあでも、そんなもんだよね。まだいける。うわ、これ大丈夫なのかい。あららららら、ちょっと嫌な気がするね。
ちょっと時間よくなりましたね、この辺で終わっておきましょうか、スーパーファミコンのドラクエ3ですね、パート52、この辺で終わっておきたいと思います、どうもありがとうございました。